皆さんこんにちは。早速ですが、まずはこちらをご覧ください。水原話のアニメーションです。ふーん、エクセルってこんなことできるんだ。ということで、すでにエクセルに慣れているけど、さらなる高みに登りたい私のために今回はこれの作成に挑戦します。まずこの動いている線はグラフを組み合わせたもののようです。イメージ的にはこのようになっています。そしてグラフなので横軸は X で、縦軸は Y です。そして X と Y ともに最小値がマイナス 4.5 であり、最大値は 4.5 です。また、マイナス 1.4 と 1.4 の部分に区切りがあります。これを念頭に入れて始めていきましょう。なお、この中に含まれるグラフの数は全部で13個ですので、サクサク進めていきます。作り方はすべて作成者の作り方を真似していきます。まずは中心の円を作るためのデータを用意します。その前に、最終的にはアニメーションするための変数のようなセルを用意しておきます。1から360までを入れるための変数、X、アニメーションの細かさを表す、ステップ、アニメーションを何周するかを決める変数、ループ。次に円を作るための、X と Y のデータを作成します。8度ごとに点を打つような散布図を作成します。では早速散布図を作ります。散布図の種類は平滑線というやつです。立て続けにパイチャートも入れます。これは楕円で表示された散布図を完璧な丸にするために行っているトリックです。系列名はパイです。そして系列値は1、2です。半径1の円ができます。ついでに最初のグラフの系列名はサークルにしておきます。グラフの種類の変更から追加したパイチャートの設定を変更しようとすると、最初に追加した散布図も別のグラフに変更されているので元に戻しておきます。これで中央の円は完成しました。パイチャートのデータ系列の初式設定から塗りつぶし、線ともになしを選択して非表示にしておきます。続けて円の中心から円の外側に沿って移動する直線を加えるためのデータとグラフを追加します。ちょっとわかりにくいので、X を45にして角度をつけておきます。次は、輪辺の追加で、こちらは先ほどの手順ですでに、中央からドットの部分までの線が書かれているため、追加しません。後々困ったら追加します。続いて、X の位置を表す垂直の点線を追加します。X は常に、サインで、Y、は、1.4 から、マイナス 1.4 の垂直な線となります。データを追加した後でグラフを追加します。ここら辺で情報が多くなったので、各情報の下にメモを入れておきます。線のスタイルは破線です。
水平の線もあるため、そのまま同じように追加します。次は真ん中に配置された4つの矢印の部分です。散布図の直線を使っていて、始点から終点にかけて線を書いており、ところどころ線を非表示にして、別々の線のように見せています。こちらは少々面倒なため、オリジナルのデータを丸コピーします。冒頭で紹介した通り X と Y ともに最小値が -4.5 で、最大値が 4.5 です。これらはオリジナルのファイルの中でセルに記載されていますので、このデータもコピーしておきます。この値については、名前定義されていたため、そのようにしておきます。ということでまず X と Y の幅を定めているものをコピーし、次に中央の線のためのデータをコピーし、グラフを生成します。散布図の直線のデータは8行のデータであることがわかります。これはグラフにすると8点を始点から終点にかけて直線で結ぶため7つの直線となり、それぞれに対して初式が設定できますので、あるものは非表示にしたり、始点の印を矢印にしたりします。次に上下左右にあるカーブを作成していきます。そのためには上下左右にある1.4から4.5またはマイナス1.4からマイナス4.5の間のどこに配置すればよいかを定めなければなりません。この数式も少し複雑なため、元データからコピーします。
グラフの最後のパーツである中央の線です。中央の4方向の線を作った時のように一部を非表示にして中央の円の中には線が引かれないようにします。ではラベル軸など表示しなくて、良いものを非表示にしたり、色を黒で統一していきます。その前に X のメモリが6なのに対し、Y のメモリが5のため楕円になってしまっているのを修正しておきます。それではいよいよ大詰めです。マクロで X の値を変えて、動的にグラフが動いているように見えるようにしていきます。マクロから簡単に、X やループやステップなどにアクセスするために、名前定義をしておきます。そしてコードを書いていきます。コードの中では X を更新するたびに再計算を行い、Do イベントによって画面を更新しています。私のパソコンはスペック不足な上に、録画中のため、オリジナルには Do イベントが1行しかありませんでしたが、2行書かなければうまく画面が更新されないためこのようにしています。これに挑戦している方は、1行でダメなら2行でやってみましょう。よし、できました。いざ実行。
とてもぎこちなく動いていますが、これは録画中というのと、私のパソコンのスペック不足によるものです。録画中でなければ滑らかに動きます。ということで完成です。この挑戦によってグラフについてかなり理解ができました。これを見ながらやってみた方もそうであれば幸いです。オリジナルのファイルを配布している方のページにはたくさんの複雑なグラフがあるので、興味があれば覗いてみると良いでしょう。何か挑戦してほしいなどありましたらコメントください。ご視聴ありがとうございました。